福島大学で野生動物の生態を研究する望月翔太准教授に話を聞きました。望月准教授は今年クマが人を襲ったケースにはある共通点があると指摘します。朝早くとあと夕方というのが、比較的クマが活動しやすい時間というふうに言われています。今年人がクマに襲われた5件のうち4件が午前6時から9時までの朝早い時間帯で、昨日の1件は午後4時半ごろでした。涼しい時間帯ですので、クマにとっても比較的動きやすいのかなというふうに思います。さらにこの時期は特に親子グマに注意が必要だと話します。親子グマと出会ってしまった場合は、母親はその子供を守ろうとものすごく必死になりますので、当然怪我をするリスクというのは高くなってしまいますね。立て続けに発生する被害、望月准教授はクマと遭遇するリスクが高まっていることを改めて認識してほしいと呼びかけます。いつどこでクマに会ってもおかしくない、そういった時代になってます。なのでたとえ自分のうちの庭先であったとしても、外に一歩出ればクマがいるかもしれないと思って行動してほしいと思いますね。はい、では実際にクマと遭遇した場合どう対応すればいいのか、望月さんに正しい方法を聞いてきました。それでは佐藤さん、問題です。次の2つのうち正しい方はどちらでしょうか。1番走って逃げる、2番抵抗せずその場でうずくまる、どちらでしょう。走って逃げたくなる気持ちはあるんですけれども、興奮させてしまうような気がするので、2番の抵抗せずうずくまるで。佐藤さん正解です。2番のうずくまるが正しい方法です。というのもですね、走って逃げてしまうとクマは好奇心を持って追いかけてしまうんですね。なのでむしろ襲われてしまうということなんです。なのでこのように致命傷になりうる頭を守った上でうずくまることが最善だということなんですね。ただその場でうずくまるとなると、そこで襲われてしまったりはしないんですか。確かにそう思いますよね。望月さんによりますと、いわゆるですね、人食いグマのようなクマは滅多にいないということなんです。多くのクマは人間に対して恐怖心を抱いているので、抵抗されないことが分かればそのまま立ち去るということなんですね。なので無理に抵抗しないことが大切なんです。そしてクマ対策として最も知られるクマ鈴なんですが、望月さんは一つではなく複数つけることを勧めているんです。人が一人ではなく複数人いるとクマが錯覚するので、より遭遇するリスクを下げられるということでした。いずれにしても最も大切なのがクマと遭遇しないことなので、この機会にしっかりと対策を取るようにしましょう。